はい、どうも、慶応生パンダです。今日はですね、第1次伊藤博文内閣について1分間でわかる動画やっていきます。どうぞ。内閣制度が正式に成立し、井上馨外務大臣が中身スカスカの交渉で条約改正に失敗し、それに対してバラバラだったみんな政治参加しようぜって考えの人たちが一斉に集まり、団結し、税を下げろ、自由に発言集会させろ、早く外交を回復しろという3つの要求をし、そいつらを追放したり取り締まったりする条例を伊藤博文が出した。また、松方大蔵大臣によって近代金融制度が整えられ、憲法が書き始められ、天皇によるその憲法の諮問機関である枢密院が作られた。その枢密院の議長となった伊藤博文は退陣したと。はい、そういう流れでした。以上です。バイバイ。